はい、どうも、かずきでございます。皆様、いかがお過ごしですか。はい、わかりました。それでは、午後散歩、行ってみよう。なわけでね、またまた走り始めてますけどまあね、景色はね、同じだからね、まあね、さっき終わった動画の後に撮ってますまだ、ね、もうね、ノープランで撮ってますから。さっきバイク紹介したから、今日のどうしようかなって思いながら動画撮り始めてる。これがカズキチャンネルです。はい、どうもカズキです。多いね、皆さん。どこ行くんですか。はやぶさとかそうだ、もろもろ名前が分かりませんFP3 か、そうだな、 FP3 を購入に悩んでる方、まあお金が一番いいのは、お金があるなら余裕があるならあれよ、うん、店持ってた方がいいです絶対もう分かんないんで全然。ベースバックがなかったらもう俺はお手上げ状態。自分でこれぐらいで乗りたいって言うなら5万円ぐらいで買えるんでね、チューニング持ってったら10は超えますからね。だからいいと思うんだけど、まあその人次第だと思うんだけど、 FP3 を入れたいと思ってる人は入れた方がいいと思いますよエアクリ変えないで乗んなら乗れるかもしれないですけど、マフラー変えたとエアクリ変えちゃうとめっちゃ調子悪くなるんで、燃焼薄いですよ、ノーマルママだと。ノーマルマップだとね、まあ安くはないからね、悩ましいところですよね。こうお小遣いとかでこそこそとやってる人にとってはね、まああれは独身じゃないと買えないよ本当。独身のうちに買っといてよかったって話。もう結婚してたら多分株で割ってたなドラスターはなくなっちゃったからね。カズキチャンネル、そうだ、マフラー、まあ前から見ててくれてる人は分かったかもしれないけど、最初につけたのは、バンス&ハインズのショートショット。なんですけど、音は良かったんですよ。ただ一つ気がかりなことがあって、ブレーキ部分、ブレーキディスク。あのあたりが焼けるんですよね。このロゴと同じで、なんか黄金色に、黄金色だね、黄土色に。それがちょっと気持ち悪くて、あとはビッグラディウス、バンサーないですよね、にしたんですけど、でその後まだこう1年ぐらいつけた、1年もつけてなかったかな、フル液に1回純正に戻して、その後は S&S のスリッポンマフラーが5万ぐらいにして、でその後メルカリでラインハートの、スリッポンタイプのマフラーにして、でその後北米マフラーにして、でまだラインハートに戻したりしてんだけど、ラインハート売っちゃって、でしばらく純正にしてたんだけど、ちょっとね、おもちライダーさんという人がいて、その人にこのプロパイプを安く譲ってくれるって、取り付けにも来てくれるっていうんで、プロパイプにしたらそのまま落ち着きましたって話ね。結構回転数この4年の間で、まあ、みんな音良かったけど、一番走りやすいのこいつかも。やっぱなんか
2インワンにするとなんか違うんですかね、なんか力がやっぱ出るんですかね、トルクが。つけてみないと分かんないし、動画で見ただけで全然違うかな、音かな。まあビッグラディスはちょっと長めになってるんで走りやすかったです。ショートショットもそうなんで、も高速がちょっと辛かったな、臭くて118号のバイパスでございます。いや、あっちな、久しぶりに走ったような気がするな。4速で60キロぐらい走ってて、これいいよちょうどいいんだよ、これってな感じですね、今日の動画はまあ違う日に上がってるけど、今日はバイクの日だということでした。2本立てでしたしばらく撮れないんでね、動画を。ではね、そんな感じでね、今日の動画は終わりにしたいと思います。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。それでは、ワニワニかずきチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。